悪い。さて、やり方がね、よくわからないので、やっぱりとりあえずどこでもいいんで、こう足の速さってのはどっちかあるのかな。できればやっぱこの辺をさ、ぐるぐる回って、あっと、あ、振らなかった。この辺ぐるぐる回ってさ、上がった上がった、うるせえな。はい、ここだよ、ほれ、よし。うん、やっぱウリエンを使うと全てが燃えかすになるので、今なんか4つの魂的なものが宿ったみたいだけど、これがあの伝承にあったキマイラの魂なのかな。それともやっぱ、はい、ホムラナギ。待つのは嫌。この身を捧げます。天に負わす主よ、お力を。でもこいつには手しかないよね。見つかったね。多分ジャックはね、しなくていいと思うんだよね。で、問題は首を落とすので、まあ、首を落とさないといけないと。まあ、刀で、おお、なんか、宿っているね。何かが。この剣で、剣でね、どうにかしないといけないんだけど、問題は、どうやって戦うかなんだよね。で、攻撃をね、食らっちゃいそうなんだけど、危ない。おお、離せ離せ、当たらねえんだよな。ピラミッドがね、どっかにあったから、それを鏡にして戦うことは容易なんですが、あれ、刀に力が宿っていない。あ、刀に力が宿った。ピラミッドを探したい。あ、今ミヤちゃんが指し示してくれた。これを攻撃する感じじゃないんですね。これがあればほら見えるんだよ。だからこのゲーム視界ジャックじゃないんだよ。あ、来た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 、ほら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 。で、消えてる間は多分ダメなのかな。となると、例えばウリエンでダメージを与えて、やっぱその間、ちょっと見づらいなこれ、こっち側からの方がいいな、コントローラーの操作的に。で、こう打って、で、こう打ってる間にこう、こう、あ、足んねえな。
長押しじゃダメなのかな。それとも一度立ち止まってこう表せ、こねえな。なるほど。ん？あ、一撃しかなんかこの霊力が発しないんだね。なるほど。テレポートではなく消える魔法だと。消えても敵は出るんだよな。どっちから来るかな。裏から。あ、死んじゃうかな。まだ大丈夫。どうしよっかな。やっぱあれかな、ジャックはすでにできてるから、うん、ジャックするとまた霊力を使ってしまうみたいですね。なので早いもんな。やっぱジャックして、あー危ないな。こうある程度さ、方向を変えてこないのかな、敵は。例えばまずジャックするじゃん。あ、死ぬか。大丈夫か。このさ、剣のパワーが飛んでいくならね、それでもいいんだけど。まずジャック、見えない。ジャックを外せんのかな、敵は。あ、一回消えるんだ。で、こう来て、遠く、やっぱりワープしてんじゃないのかな。で、あ、ダメだ。え、わかんないっていうか、この霊力が溜まるまでの時間がかかりすぎるから危ない。あ、ねえ、ほら。まあ、この構えで、あ、そうね。じゃあな、やっぱなんとなく振るしかないのかな。なんとなく今来るかなっていうので振ってくしかねえのかな。いや、無理じゃね。そうだね、今いなくなってるもんだよね。今後ろから来てるんだけど、後ろから来てんのは分かってんだけどさ、走って後ろ向いてもう振っちゃう。無理で、まあ、こうなると。素晴らしい、このゲーム。俺さ、またアツシと戦わないといけないのかと思ったんだけど、助かったわ。ミヤちゃんにちょっと方向を教えていただきたい。こっちかな。確かウリエン3発でくたばったんで、ちょっとウリエン2発叩き込んで、今度は右か。ね、ウリエ2発を叩き込んで、最後、ホムラ投げで、やってもいいかな。ウリエンはね、一生攻撃溜まってるんで、いいんだけど、当たってんだよね。やっぱ消えるんだ、一回は。危ない。ひっくり返って撃つ。ダメだった。これガチャガチャ、レバーガチャ意味あんのかな。この辺から来るだろうから、この辺にちょっと叩き込んでおく。で、問題はこっからなんだよね。今ね、今絶対うまいこと言ったと思うんだけどね。いるんだよね、そこにさ。当たんないんだけど、攻撃が。
行をして、いやー間に合わないよね。ここで調子、いや、爆捨てでいいのかな。こう来るからこう来た瞬、いや無理だよね。おい、あ、なんかつかみ攻撃と通常攻撃みたいなのがあって、それで対応していく感じなのかな。例えばあと、なんか戦い方があるんだろうな。来ねえな。鏡には必ず映ると思うから、この鏡は何も俺に教えてくれないんだね。あれ、俺のことを見ているんだけど攻撃してこない。どうした、バグったか。一旦ちょっと場所を変えるか。場所を変えてもう一回追いかけさせるか。あ、来た来た来た。やば、バックステかな。でも来るから、そのうち来るから、この時間で攻撃されるのはちょっと怖いんで、まあ逃げて、いや時間ねえな、構えてから攻撃するまでスタ君遅すぎるんで、ちょっとこれは話にならないですね。これさ、スタ君が後ろ向いてないとダメってことあるのかな。でもそれじゃ 俺が見えねえんだよな。どうして攻撃してこないんだ。もしかして突っかえてんのかな、あんまりピラミッドに近すぎて。後ろを向けばいいわけじゃないし。あっ、近すぎるとこうなるのか。あとできることといえば、まずクイックターンで、またあれだ、昔やったアツシ戦と同じで、いやー無理だな。まず検索してアツシ戦と同じように、まあこう逃げる、溜まったらクイックターンでこう突っ込んでいく、で、うーん来ない、突っ込んでいく、で、あー無理だな、後ろ取れないんだな、敵の攻撃があまり全然隙がないんで、なんか戦い方があるんだな。でもなんだろう、戦い方がわからない。別に霊力溜まってなくてもいいのかな。当たればそれでいいのかもしれないけど、間に合わねえんだけど。一応もう上は見てるからやる気はあるんだよね多分。月攻撃がダメとかあんのかな。正直言ってね、見てからじゃ間に合わないんだよね。必ず後ろから、まあ逃げてるから必ず後ろから来てくれるとは思うんだけど、こう来て後ろから来ると思うから、いやー当たらないね。なんか違うのかな。でも絶対あのもうウリエンあと一発使ったら終わっ、ね、ゲームが終わっちゃうから、もっと引きつける、見てからじゃ間に合わねえんだよな。
だからできることといったらまずこうだな。まずこうやってピラミッドから離れる。で来る、まあ、来るだろうね。そしたらクイックターンして、ミヤちゃん、ミヤちゃん、ピラミッドの場所を教えてくれ。クイックターンしたつもりなんだけど、あ、反対か、無理だよね。でミヤちゃんに場所を教えてもらって、こっちかな。で回復するからこう来る。そうすると後ろのあたりから来ると思うから、この辺だとか今よし。やったか。よし、サイレンクリア、ありがとう。ん？うん。ん？これ見てないやつか？宮田さんのご兄弟は同じ声優さんだったけど、お父さんとあのタモさんとタモさんのお父さんも同じ声優さんだったんだね。やったって、俺さ絶対このゲームクリアできないと思ったんだよ。いやー死ぬかと思ったね。いや何度も何度も繰り返してさ、同じステージをさ、うわけわかんねえ探索させられて、いやー面白かったね今ね。最後までできると楽しかったね。いや辛かった、本当に辛かった。何がね難しいって、このゲームはもう日本語で喋ってんだ。主人公たちがねみんな弱すぎて、で敵は強すぎて、いや本当にきつかったね。録音は
できてるね。助かった。で、まだコメントね、返してねえんだよこれ。あとはストーリーは把握はよく結局よく分かんなかったけど長かったね。あとは他にね、まあゲームとはちょっと関係ないんだけど、これもねリクエストしていただいてありがとうございます。なんだかんだでね、こういう、まあクリアの形で終わらせられることができて助かった。本当に助かった。結局生き残ったのはあの4人だけか。はるみちゃん、先生がさっき助けてくれたのはさ、印象的だったね。プラスはるみちゃんがさ、先生のことをお母さんって多分そうだよね、呼んでたのは、すげえ良かった、感動的だったね。で、なんかヘリコプターがね来てたんで、もしかしたらはるみちゃんは助かったのかもしんないね。タイムアタックが追加されました。冗談じゃねえよ。二度とやらねえよ、このゲームは。こんなゲームはもう二度とやらないですか。で、最後、ミスミ日報だったっけ？あれをちょっと見てみようか。そう、リクエストいただいて面白かったゲーム、面白かったっていうか、いろんなゲームあったけど、ちなみにさっきさ、この人が、なんか箱、だから何かを抱えてたよね。あれ、なんだったの？もしかしたらさ、まあ、この人が多分、人魚の魚食っちゃって、ごめんなさいしてる人だから、箱の中に入っていたもの、まあ、すなわちさっき抱えていたものは、お魚だったのかな？食っちゃった。これか。羽生田土砂災害発生。昭和78年。また土砂災害か。ここの辺にもね、あったよね。土砂災害。三隅日報。まだ光ってないのがあるな。俺これ見たんだけどな。あ、今自分が選択してるやつか、これ。土砂災害で10歳少女発見保護。8月2日、村で発見した土砂災害はから、はるみちゃんが3日ぶりに救助されたと。同じことがずっと繰り返されてるってことか。まあ張本人は多分八尾さんが何度も何度も同じことをやって同じ儀式をしているのかな。もう待つのは嫌ってな。まあ時期があるのか分かんないけど、あれか、役者が揃わないといけないのかな、こういう時期を見て。多分同じことを同じようにやってきたんだと思うんだけどね。じゃあ、あとはおまけ。また、プラスおまけですね。おまけと言っても別になんか画面がね、あるわけじゃないんで、困ってんだけど、なんか見てないものとかもう何も、あれ？あれ、光ってんのは見てないんだっけ？あれ？庵野の、この光ってるデモを見てないのに、俺は見れるのかい？リンクナビゲーター。どこから繋がってんだ、これ。これ見られるのかい？あ、ここか。あれ、これ見てないのに見たことに、なんでこれなんでこの子が落下したかよく分かんないけど、なんで見てないムービーがあったんだ。え、 NG 集かな。でもコンティニュートゥレクストループだからどこかからつながってたんだと思うんだけど、なんで見れなかったんだろう。どこにもねつながってないんだけど、これまあいいか。ちょっと探して見つけてよかったな。
よし。じゃあ、あと1個コメント返して終わりかな。理想リクエスト、いつもね、ありがとうございます。一番気になったっていうか、面白かったっていうか、あ、こういうゲームあったんだっていうのは、俺、エコーナイトが面白かったかな。怖かったしね。あれも主人公弱かったからね、弱かったっていうか、戦えなかったからね、ほとんど。驚いたのは、まあ、そういうゲームもあるんだと。だね、まあ、このゲームもこのゲームで大概ね、きつかったけどね。あとは、まあ、リクエストしていただくゲームって、やっぱり R がやったことのないゲーム、やったことのないジャンルが多いんで、どれも新鮮は新鮮なんだけどね。特に比べることもなく。やっぱね、でも、そうだな、単純なゲームの方が好きかもしんないね。プレイする、死ぬ、もう一回っていうのがね、早いサイクルで繰り返しされるのがいいかもしれない。あと、オートセーブがないやつ。あ、でもこれもオートセーブ。あ、どうかな、まあ、チェックポイントが短い、少ないゲームの方がいいかもしんないね。オートセーブだとどんどん、近場から進んでっちゃうから。で、チェックポイントが、もう最小、中間、まあ、もう一個あるかないかぐらいの方が、まあ、手っ取り早いかもしれないですね。手っ取り早いっていうか、やりやすいかもしれない。ゲームとして、俺は。で、おすすめしたいゲーム。おすすめしたいゲーム。まあまあ、ジャンル、まあ、いろいろあるんだけど、まあ、アークザラットなんかはね、RPG は好きだから、ね、プレイしちゃったけど、まあ、ぜひやってほしいっていうのは、あるね。あとね、スーパーファミコンでいいんだったら、プロックっていうゲーム、カタカナでも何でもいいんだけど、プロックって検索して、スーパーファミコンのゲームがあるんでね、もし安かったらね、やってください。絶対できないんで。俺もできないです。絶対できないです。884年のさ、ランが出てないのは、なんかアイテムを取る必要があるのかな。そのあたりは全くわからないけどさ、宮田です。カジロの使いで来ました。確かに27年ぶりですね。ご成功をお祈り申し上げます。では。怖い。不安なんです。大丈夫。今度こそ。ずっと見てたんだから。今までずっと。ずっと。ああ。改めてやり直すと、なんとなく、文献と照らし合わせると。あ、ここはここのこと言ってんのかなっていうのは感じますよね。まあ、だからといってお話が完全にね、分かっているわけではないんですが。バカな。ゆかりのある人はこの穴、土がえぐれている。これ自分が出てきたってことなのかな。まあ分からんね、この辺になってくると。この宮田の顔ね、悪くないね。今見るといい男だよ、本当に。ありがとう。まあ、他にもね、リクエストじゃなくて、おすすめしたいゲーム、いっぱいあると思うんだけどさ。あと何かな？リクエストいただいたゲームは全部ね、俺もおすすめしたい。特にこのサイレンはね、ちゃんとやってくださいね。絶対苦しんでやっていただけると、あ、キングズフィールドとかもね、やってくださいね。苦しんで。一番最初、序盤の1、2時、3時間ぐらいは、苦しんで、苦しめて楽しめると
思いますよ。あ、デコトラ、うん、デコトラも面白いしね。やっぱゲームはね、何でも面白いね。プリンセスメーカーとかも、じっくりね、できるやつもあるし、グラディウス外伝がひっくり返ってんだけど。よいしょ。うん、でも PS、まあ、3よりは、そうだね、PS2 とか PS1 のゲームとかの方、まあ俺ね、PS3 のゲーム全然やってないから、あれなんだけどさ。PS1 に、まあ、あとスーパーファミコンとかのゲームをまたちょっと漁ったりしてやっていただいても全然いいかもしんないですよね。まあ、R のね、実況じゃなくても他のね、方々いっぱいいますんで、あ、このゲーム面白そうだなって言ったのはもう、中古でもね、何でもいいんで、どんどん買って、ちょっとプレイしてみてもいいかもしんないですよ。あれですよ、500円とか1000円ぐらいで買えるでしょう。500円で、もしかしたらね、2、3本買えるかもしんないしね。1円とかで、ね、送料の方が高い系とかいっぱいありますからね。いやー、長らく、お疲れ様でした。俺もお疲れ様でしたけどね、お付き合いいただいた方々も本当にお疲れ様でしたと。大変だったでしょう。なかなか進まないし、すぐ死にして。PS2 のゲームはもう一応やるのは、あ、待てよ、やるのは決まってるけど、まだ買ってねえんだよな。まあ、アーカイブスで落として、RPG ね、やりたいなと思うんで。で、PS1 のゲームもね、実はもう、パート1、パート2ぐらいは多分撮ってると思うんで。あとは、トゥームですね。トゥームレイダー。まあ、あれも佳境なんでね。もしかしたら、もうあと、でも鬼出てきてねえからな、10パートぐらいで終わるのかな。まあ、わかんないんですけど。まあ、春までには終わるんじゃないかと踏んでいますが。じゃあ、また新しい実況、まあ、トゥームレイダーもありますけど、お時間ありましたらよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。